ご覧いただいているのは、現在の名古屋市内です。本州付近に停滞する梅雨前線の影響で、南から暖かく湿った空気が流れ込むため、東海地方は大気の状態が不安定となる見込みです。このため、今日の明け方から昼前にかけて、雷を伴った激しい雨や強い雨が降り、大雨となるところがあるでしょう。二十四時間の予想雨量は、いずれも多いところで、愛知県で八十ミリ、岐阜県で六十ミリ。 三重県で100ミリの見込みで雨雲が発達して停滞した場合警報級の大雨になる恐れがあり気象台が土砂災害などに注意を呼びかけています。